ゆうとび、本日の車体はこうちゃんございます。やっけい、それでは早速止めましょう。はい、ということで本日は4000円で買ったオールドレンズ、激安のオールドレンズ VS 25万円で買っためちゃめちゃ高い最新のレンズ、このレンズのね対決をやっていこうと思います。でこっちのレンズはヘリオス44っていうオールドレンズで、こっちは RF2470mmF2.8 の第三元レンズです。焦点距離もマウントもなんかいろいろとバラバラなんですけども、まあ、その辺はもう置いといてね、適当に楽しんでいこうか。果たしてね、4400円のレンズ VS25 万円のレンズね、どっちがどんな写りか、どんな違いがあるのかをね、楽しんでいただけたらなと思います。めちゃめちゃちゃんとした比較はできないんで、ご了承ください。ということで、構造説明していくぞ。はい、ということで本日はこのね、大阪の夜景を撮りに来てみたんですけども、まずは RF2470mm のレンズを使って撮っていこうと思います。で、そのレンズね、24mm 広角で撮りますと。で、広角で撮った時に奥にこのビルをズドンズドンと主題として入れます。主題はこのビル2本です。で、ここだけ撮ってもね、なんかしょうもない写真になってしまうということで、副題を探しました、副題を。その結果、この手前にね、シュビンと奥に伸びる街灯があったんです。でこの街灯ね、 F 値をこうやって大きく今 F11 にしたんですよ。そうするとウニウニします、ウニウニ。なのでこのウニウニを副題に使います。久しぶりのウニウニこんにちはということで、このウニウニをね、ちょうど写真を縦構図にした時にど真ん中に入れますと。ほんでまだね、副題を探しました。まだもうちょっと副題を探した結果、手前にね、ここ車がね、ビャッとね、ボガンと走っております。なのでこの車が走ってるこの光のラインをシャッタースピード遅くしてレーザービームにします。で普通のね、こういう乗用車になってしまうと身長がね低いんですよ。身長が低いということで写真にねうまく入らないんですね。なので身長の高いバスが通るタイミングを狙って撮っていこうと思います。バスやったらね、この辺までやってもね、ビャッとシュパンと走ってくれるんで、バスは。ということでこのバスの副台と上のウニウニを副台にして、奥に主台2本ビルをババッと入れて縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。プレーザンテナイモードからの露出調整を白飛びクロスウェイがなるべくしないようにプラマイゼロにしました。久しぶりやなこれ。ほんで F 値をねめちゃめちゃ上げます。 F 値を11にします。 F 値を11にすることで、あの上のねウニウニをねウニウニさせますと。ほいでほいでほいでですね、 ISO は一番低い100にしますと。でそうした時にシャッタースピードが13秒とか15秒になりました。これでね、この手前のこの車たちがねビャッとこう走った時にレーザービームの、このバス通ったタイミングで撮りたいんですよ。これがレーザービームになります。ということでこの設定で撮れましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、縦構図でど真ん中にこのウニウニをバコンと上の方に入れて太陽っぽい感じにしましたと。でその奥に休みの日やから真っ暗のビルを入れて、で下の方にねまた副台でバスが通った線を入れてみました。これがね、なんかもっと平日のまだ働いてる時間とかやったら綺麗に撮れるんやけども、今日はもうさすがにね、皆さん残業もせずね休まれて電気が消えております。いいこといいこと。写真的にはそこだけがねちょっともったいないところであるんですけども、社会的にはねいい写真が撮れたかなと思います。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はこのヘリオス44っていう4400円で中古で買ったレンズで夜景を撮っていってみようと思います。ボディは久しぶりの D750 です。ということでですね、カメラをここに置いた時にこの辺の景色を横構図で撮っていこうと思います。でさっきのねヘリオス44っていうレンズ、単焦点レンズで焦点距離がね58mm なんですよ。なのでまあ大体ねこんなもんでしょう。これでね今もう完璧に58mm ジャストに僕が今手動でセットしました。ほんでね、まあこうした時に奥の方のねこの辺の高速道路ビュインビュインのところがね綺麗なんですよ。この曲線を主題みたいな感じで撮りますと。でさっきのね2470でもウニウニを撮ったので、今回もねウニウニを撮っていこうと思います。この辺にね街灯が小さくピコ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 あるんで、これをねウニウニさせていこうと思いますと。でこういう写真はねもう非常にバランス感が重要なんですよ。ということでどういうところを見てバランスを取っていくかなんですけども、まず一番初めに僕が見たのがこの今ど真ん中にあるこの柱、これをど真ん中に入れますと。ほんでそうした時に
一番左側のこの街灯、この街灯から写真の端っこまでの距離とこの街灯から写真の端っこまでの距離が大体に一緒になるようにします。これでね、今大体こう両端から街灯までの距離が一緒になったプラスど真ん中にこの柱があるんですよ。単焦点レンズなんでね、こうやってもうズームしてね画角を決めれないんですよ。なのでもう自分の足で前に行ったり後ろに行ったり右に行ったり左に行ったりね、俊敏な動きをね意識しながら撮っていこうと思います。でオールドレンズね、ここからが難しい、そして面白いところなんですよ。ピントを合わせていきます。ピントの合わせ方がこのね小さい四角いやつがブヨビーね画面を縦横無尽に動いておりますと、この四角を合わせたいピントの位置に持っていきます。そしてね拡大表示というものをします。皆さんのカメラにもこの機能ついてるはずです。でこれ拡大表示した状態であとは自分でこの手でねピントリングをね回していくんですよ。でピントを合わせますと、ほいでほいでね設定していきます。まずね F 値を決めないとダメじゃん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 。 F 値をどうやって決めるのかと申しますと、反対側に参りまして、 F 値も手動で決めるんですよ。ピントリングと合わせてね絞りリングというものがここについてるんですよ。このリングを回すと中の絞りが開いたり閉まったりするんですね。でいつもウニウニさせるためには F 値をね大きくしてるじゃないですか。F 値を大きくする、 F 値を11とかにするっていうことは、絞りをねこうやってピコってね閉じるんですよ。閉じる、閉じてます。こうやって閉じるとこういう街灯たちがウニウニします。なんかさ車とか乗ってて雨の日とかも目薄めたらさ、ああいう走ってるね車の光ってウニウニってなるじゃないですか。それとね全く同じことです。目を閉じたらね光はウニウニするのと同じ要領で、この中の絞りっていうのを閉じてやるんですよ。そうするとねウニウニしますと。でこれで F 値決まりました。表示には F2 っても書いちゃってますけど、 F 値はもうめちゃめちゃ大きい F 値にしましたと。ほんで長いなこのシーン、ほんでシャッタースピードを30秒めちゃめちゃ遅くしますと。絞りがねさっきもめっちゃ閉じてるんで光入ってこない分、シャッタースピードをバッシャンって遅くすることで光を取り込みます。で ISO 400にした時にちょうどいい明るさになったので、この設定でどれ以上長い。はい、ではこんな感じの写真になりまして、横構図でこうバランス感を重視して撮ってみました。これ4400円のレンズで撮りましたからね、めちゃめちゃ安い中古のレンズでこんなに綺麗な写真が撮れるんですよ。すごいな。もともと単焦点レンズだからやっぱ画質が綺麗なんですかね。でこのウニウニもなんか小さくてピコピコしててね可愛い感じで、僕はね好きな形です。これでこのねキャノンの RF レンズで撮った全く同じような画角も一応載せておきます。ウニウニのね形が全然違うと思うんですけども、もうこれも好みみたいなところがありますよね。もちろん RF レンズも素晴らしいですけどね、こういうレンズをいっぱい買って楽しむという手もねありやなっていう、また沼やでもうこれ。ということで次、おいキャノンやで、キャノンこれこれやで、消えた、消えるか、おー EOS R5 R6 あー触りたい、キャノンちょっと開けてください、早すぎる、捕まる捕まる、どっか行こうどっか行こう。はい、ということで次なんですけど、唐突クイズ、パチ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 、いや YouTube チャンネル2回目のね唐突クイズが始まりました。問題はこちら、デューデューン、この写真どっちをどっちでどっちがどっちで撮ってたでしょう。さあ皆さん見てください、この写真ですね、どちらかがこの RF2470mm 25万円ぐらいするレンズで撮った写真です。そしてもう一方どちらかがこのオールドレンズ、ヘリオス44っていう4400円で中古でめっちゃ安くで買ったレンズで撮った写真です。さあ皆さんこれちゃんとよく見てくださいよ。ちょっとねやっぱ写りは雰囲気とか違うと思うんですけども、どっちが綺麗やと思うか、どっちの方が好きですか、でそしてどっちがどっちで撮った写真か、さあ皆さん分かりますか。これなかなか絶妙で、どっちに転んでも分からない写真が撮れたのではないでしょうか。さあそろそろね皆さん答えを発表していこうと思いますよ。いいですか、決めてくださいよ。はい、ということでここで答えはね締め切らせていただきます。唐突クイズ、答えはドゥルル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 った写真で、こっち側の2枚目の写真が EOS R RF2470mm 25枚で撮ったレンズで
写真です。ジェシュベー、久しぶりのね外の撮影もねテンションがむちゃくちゃなんですよ。ピントも合ってんし。ということでね、皆さん分かりましたか？合ってたかな？皆さんどうでしょうか？今ねこのモニターで見た感じやったら、この4400円で撮った写真の方が僕的にはね綺麗に写ってるんじゃないかという印象なんですけども、どうですか皆さん？ボケ感とかね、なんかクリアな感じがこっちの方がいい感じの雰囲気の写真が撮れた気がするんやけども、気のせいかな。レンズが違うだけでね雰囲気がなんとなく変わって面白いなと思って、唐突クイズを唐突に始めてみました。はい、そんな感じでございますので、もう撮るものないので終わります。はい、ということで本日はこのオールドレンズ VS 最新のめっちゃガチガチレンズという動画を撮るに夜の大阪の街に出てきてみたんですけども、皆さんどうでしたか？やっぱり違いはあるんやけど、どっちがいいかと言われたらどっちもいいなと思いますよね。値段とか出たタイミングとかじゃないなとね改めて思いました。ただただいい機材を買えばいい写真が撮れるっていうわけではねもう一切なくて、いかにこのレンズの特性とかを理解してそれに合わせてね被写体を選んで撮るということがね重要なんだなと改めて気づかせました。ありがとうございます。レンズさん、いろいろね僕にどのカメラ買えばいいですかっていう質問コメントたくさんいただいてありがたいんですけども、もう気に入ったカメラ選んでください。何を撮りたいかによってカメラもレンズも変わるんですけどもね、とりあえずもう初めに何もようわからんかったらね、気に入ったカメラとレンズ買うのが一番いいと思います。はい、そんな感じです。ということでもう喋ることないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。